どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのはこちらの ANA ソラチカカードではなくてですね、こちらのソラチカカードのキャンペーンをですね紹介していきたいと思います。こちら ANA リクマイラの方はですね、みんな持ってるソラチカカードなんですけども、まあみんな持ってるって言ったら公平があるのかもしれないですけども、ポイントサイトからポイントを ANA マイルに交換している方は、ほとんどの方が持っていると思います。そして、このクレジットカードがないと、ANA マイルの貯まり方が格段に変わりますので、持ってない方は今すぐ発行いたしましょう。で、まず今回のこちらの ANA ソラチカカードのキャンペーンなんですけども、なんと全ての条件をクリアできれば6万6000マイルがもらえるというすごいキャンペーンをやっています。で、まずですね、こちらは ANA と JCB のカードとなっておりまして、 ANA と、ね、JCB 両方でキャンペーンをやっております。で、まず ANA のキャンペーンから紹介いたしますね。まず、キャンペーン参加登録で500マイルがもらえます。次にクレジットカード発行後に、こちらクレジットカードを利用して15万円で3000マイル、50万円で1万5000マイルがもらえるキャンペーンになっております。さらにファミリーマイルの登録で500マイルで、こちら今のが、ANA 側のキャンペーンとなっています。次に JCB の方に行きますね。JCB マイチェック登録で1200マイルがもらえます。この JCB マイチェックっていうのは、クレジットカードを利用すると基本的に利用明細書が来ますよね、紙で。そちらをウェブに切り替えると1200マイル相当のポイントがもらえるということになっております。で、次にですね、こちらも利用に応じてマイルがもらえます。30万円で3000マイル、55万円で7500マイル、130万円以上で1万9500マイルのポイントがもらえます。でですね、この JCB 側のキャンペーンは、置き時ポイントボーナスポイントというポイントで付与されます。マイルでもらえるんではなく、ポイントで付与されます。それを ANA マイルに交換すると今申し上げたマイル数になるということですね。しかしですね、これ一手間加えるとポイント ANA マイルで増額しますので、ぜひやっていただきたいポイントがあります。この JCB 側の置き時ボーナスポイントというのは、直接 ANA マイルに交換するよりも一度こちらのソラチカカードのポイントサイトである東京メトロポイントに交換して、その後に ANA マイルにするとポイントが増量されるんですね。最初に紹介した JCB マイチェックで1200マイルがもらえると言いましたね。そちらがこの東京メトロポイントを経由して ANA マイルにすると1800マイルになります。で、次に利用条件で、紹介した30万円で3000マイル、55万円で7500マイル、130万円で1万9500マイル、もしこの130万円利用できて1万9500マイル分のポイントがもらえた場合、まあ、6500ポイントボーナスポイントがもらえるんですけども、そちらをこの東京メトロのポイントに経由してですね ANA マイルにした場合2万9250マイルになります。すごくないですか。簡単に言うとほぼ1万マイル増えてますよね。ぜひね、一手間ですけども
ポイントを経由して ANA 前に去ることをお勧めします。で最後にこちら東京メトロのパスロモもね一緒についているクレジットカードなんですよね。でこちらの、パスモのオートチャージサービスを利用するとさらに500メトロポイントもらえます。でこの500メトロポイントは405マイルに交換することができます。ちょっとこちらは東京メトロなので東京メトロが利用できる場所でしかこれはちょっと利用できないんですけど覚えておいてください。最後にですねこちらのソラチカカードがですね今ポイントサイトに案件が出ております。今確認したところちょびりと今出ておりますので、まあ、そちらのポイントもねぜひ経由してこちら発行するだけでポイントもらえますので、そちらもねぜひ利用してみてください。いかがだったでしょうか。まあ、今回、ANA ソラチカカードのキャンペーンを紹介させていただきましたけども、全てをね取得できれば6万6000マイルが手に入ります。6万6000マイルってなったらもう東京ニューヨークのエコノミークラスがもうそれだけで利用できますからね。でさらにっていうわけじゃないんですけども、あと2万マイル足して8万5000マイルまで貯めることができれば、片道50万円と言われている東京ニューヨークビジネスクラスの、マイル数に届きますので、そちらもね貯めてみてはいかがかなと思います。それでは今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。